キララファンタジア始まるよ。楽しんじゃおう。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。試合に出なくてもみんなをサポートすることに全力投球だよ。はい、収集クエスト。日々のトレーニングは大切だよ。私もお供させてもらうわね。私たちに妥協と敗北は許されないわ。フレーフレー、子供扱いしてあげないでください。皆さんのやる気をアップします。どっからでもかかってこ、動きが鈍いぜ。焦らずに行きましょう。こんな感じでどうですか。まあこの相手だったら強いか。このメンバーならアズニャン一人でやるんだけどな。オーバートレーニングはダメだよ。さあ練習を始めるよ。ビシバシ行くからね。魔界クラブ難民救済ということで、引き続きコルク。みんなを仕切るなんてできるかしら。メイドじゃないコルクだよな。これはちょっと怖いかも。まだ青汁のおまんじゅうが残っているな。派手にやっちゃいましょう。皆さんのやる気をアップします。もう手加減しませんよ。とにかくスピードも速いアズニャは。この時のために練習したんですから。いきます。アズニャン、あっ、うん、いっそ気を引き締めなくては。私も体を張らないと。あとは任せて。もっともっと先に行くんです。頑張りこい。あ、よし、ノーバースリザード。強い。どんどん行きましょう。上級。豊かメイド。みんなを仕切るなんてできるかしら。相手になるわ。まだ青汁のおまんじゅうが残っているの。
通しきれない。皆さんのやる気をアップします。手加減しませんよ。手加減しませんよ。手加減しなさすぎ。さすがにこれは死なないか。よし、ノーマークリザード。進んでください。続かせだけに。きっと勝てるって思ってました。いつも思ってるな。行きましょう。これが最後か。再度豊かメイド出番なかったからな。それでは行ってまいります。よーし、頑張ります。フレーフレー、こうかな。皆さんのやる気をアップします。早くも2.3 ですからね。これでどうです。強すぎるやろ。見過ごせませんね。ここは耐えねば。焦らずに行きましょう。こんな感じでどうですか。そんな、子供扱いして舐めないでください。あとは任せて。立ち止まらず諦めないで。痛い。やあ、盛り上がってきてた。一気に来た。なんかスノーマンブリザードが強力すぎる。よし、スノーマンブリザード。当たり弱さを見るけど本当に強いね。きっと勝てるって思ってました。いつも勝ってるな。日々のトレーニングは大切だよ。ということで、これが属性を移行ですね。炎属性になります。ひふみ出発進行。どんな時も頑張るぽい。きっと大丈夫。私が助けるね。こうかな。しきれないんだ。なんでいまいちなの。危ない。落ちないか。どうかな、聞いたかな。こうかな。
うかな、聞いたかな。危ない。えい。に行くとともに攻撃力も上がる。うまくいくといいんだけど。守りもしっかりしなきゃ。無理しないでよ。もっともっと先に行くんです。残り1歳。ってことがわかります。勝利のポーズってこうかな。オーバートレーニングはダメだよ、逆効果だから。オーバートレーニングだっていうようなもんですからね。これ土属性だ本当は。強そう。今は我慢の時だね。応援の力はすごいんです。外周一色。当然強いでしょうね。お願い、間に合って。誰も怪我させません。どうだ。お願い、間に合って。本気のカオス、いきます。そしてお手柔らかにお願い。心配はいらないです。お、盾になるんだ。平気です、平気です。盾になるのさ。どうぞ皆さん、私を盾に。
ね、全部回復系になっちゃってますね。心配はいらないです。心配だらけだよ。暑いのにみんな元気ね。おめこばしくださいな。結構苦戦するな。楽勝かと思ったらそうでもない。どうかな、聞いたかな。ちょっとこれ私の自信作なの。これは変わらないかな。行きましょう。え、大丈夫ですか。結構ダメージを食らっている。じゃあね。この格好でも勝てちゃうのね。オーバートレーニングはダメだよ。逆効果だから。上級。おっと、ここでスタミナを回復させないといけない。回復必要なスタミナ量は45。32か。ってことは結局中級でいいんだよな。本当に足りない。ないってことね。サポートだって大切なんだからね。先生、起きたい。お願い、間に合って。なんかこう、いい感じに。もうダメージを集中させます。ごめんなさい。ちょっとシュナ魔法には通用しないからな。誰も怪我させません。
こういうやり方だってあるんだから。言ったわね。お願い、間に合って。何を思ってないんだっけ先生。ちょっと、応援の力はすごいんです。息の力だ。すっごいの行くからね。えい、大丈夫ですか？慣れないことしちゃったから。じゃあね。地味に効果がすごいな、これ。全滅した。一丁上がりって感じかな。ダメだよ、逆効果だから。昇級です。本当全然アンジの出番ないですね。行きましょう。お手並み拝見。守りもしっかりしなきゃ。応援の力はすごいんです。外周一色パッションだ。きっと大丈夫。こんなことでよければ。それ、必殺の一撃。ああ強いよな。ああ出番がなくなってしまう。守りもしっかりしなきゃ。こんなことでよければ。必殺の一撃。痛っ。痛っ。結構寝合えてるやん。これはやばいやばいやばい。やるしかないってことね。これでどう？なんか強いな。ちょっと。私にもこれくらいさせてください。おーと動けなくなった。なんかこういい感じに。やったわね。早くお助けしないと。なんかこう、いい感じに。使えないかな、ひょっとして。どうし本気のコース。いきます。火薬属性ばっかりになっちゃってますね。残り1体にしときたい。悪い子だらだ。誰も怪我させません。メイドアコートが戻ってきた。これ倒しちゃうんじゃないの。飴食べます。これで決める。まだやってなかったからな。アフターヌーン。了解した。まずは最高を取り寄せる。必要なものは台車とリーセット。茶葉とケーキスタンド。準備。お菓子とケーキ準備。あとは提供するだけ。これはどうしたものか。みんなのおかげ。
レリ、私もついてっていいですか？大丈夫だよね、きっと。きっと大丈夫。応援の力はすごいんです。どうだ、守りもしっかりしなきゃ。どうぞ皆さん、私を盾に。攻撃は最大の防御。きっと大丈夫。どうぞ皆さん、私を盾に。外周一色。投入。僕の服汚したら許さないですよ。やっちゃってもいいですよね。本気のコース行きます、行きます。この辺は飛ばします。ませんよ、任せてください。これなら遊び一体ハーハーしてもいいですよ。あ、とっておき使ってもよかった。もう来なくていいですし。刺繍クエスト終了か。川口よしのです。新越谷高校野球部でマネージャーやってます。このメンバー、あ、バトルできるんだ。しかしこれはこのメンバーなら絶対に勝てるよ。次回に回したいと思います。ありがとう、助かった。いろいろもらえますね。トレード屋さん、コルクのとこ行きましょう。早朝、早起きは三文の徳。ケメリジ現場も終わりだけど、こっちは今のおすすめまだやってる。イベント復刻か、はいはい。スコアブックとも交換ができるけど、それは望んでないんだろうな。ん？スケッチブックとスカーバックと交換できるのか。じゃあこれは交換です。交渉成立。求人なんでわずかに足りない。ステラの魔法が1JA、 玉読み、玉読み行こう。交渉成立。交渉成立。いいでしょう。すがすがしい朝だな。頑張ろう。ユノはもうちょっとかな。カン先生はもうちょっとかかりそうです。鍛えようぜ。
いがあったぜ。試合に出なくてもみんなをサポートすることに全力投球だよ。日々のトレーニングは大切だよ。そうですね。ということで、今回は私たちだって野球したい収集ケースとお届けいたしました。次回はどうなるかな。後日談が始まればそれをやりますし、まだ超強敵クエストも残っています。ただもしかしたら次メインストーリーを、やろうと思います。次回も よろしければご覧ください。そしてぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この説明欄にはですね、キララファンタジアでこれまで遊んだ動画のプレイリストを URL 載せております。こちらもぜひご覧ください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。しっかり練習すればゲーム動画で行こうでした。不安も吹っ飛びますよ。